特政寺は、香川県高松市にある新州大谷派の寺院。三号は大理山。本尊は、阿弥陀如来。高松城完成から19年後の1609年、理系によって三番町に創建。後に、高松藩を藩主、松平家のお抱え寺となり、松平家の仏寺や教養係などを務め、米などの見返りを受け取ることによって成り立っていた。しかし、 そのように藩の庇護を受けていた当時は元ン門とも少なかったため、明治維新により藩が亡くなると経営は苦しくなり、また当時の廃物希釈も手ぇらとって大きな苦難となった。1945年7月4日には米軍による無差別重炭爆撃、高松空襲によって全焼し、ガランや火災などがすべて失われる。しかし、 法要に使用する掛け軸などはあらかじめ郊外に疎開させ、本尊は当時の住職が背中に縛って避難したため無事であった。また、金や仏具など一切は戦争への資材教室のため、この時寺にはほとんど存在しなかった。空襲で財産等の一切を失って寺の復興には多くの困難が伴ったが、元の寺の土地を売って資金を作ることにより、 戦災から14年後の1959年、現在地に本堂を完成させ、復興を成し遂げた。ありがとうございます。